皆さんこんにちは、バンでございます。見て、この T シャツ、そういえば、お誕生日にいただいたですね、ありがとうございます。半年を経て、T シャツの時期になってきましたからね、ぼちぼち、おっさん T シャツも出番がやってまいりました。ありがとうございます。今日はですね、皆さんにお知らせしようと思ったのは、いわゆる近況報告的な言えてないお知らせは特にないんですけど、いきなり本題入っちゃうと、写真を、その辺で写真を撮ってて、 まあ、あのこのチャンネルでもそのカメラを持ってその辺をウロウロしてる人の話みたいな、しましたね。しました、あのいまいち内容を自分で覚えてないぐらいので、まあ、ざっくりこういうことは言ってるだろうなっていう記憶はあってかあの、普段全くぶれないのが自慢なので、えー、そういうとこなんですけど、あのね、カメラを持って、やっぱりそれの延長でカメラを持ってその辺をウロウロしてると、まあ、いろんな地,地域住民の方とコミュニケーションがあってね、こうあのおばあちゃんとかがこの花の名前知ってるってって、おっちゃんとかでもいるな。 えおっちゃんで同じ人に2回も3回も話しかけられてこっちが覚えちゃった人いるんだけどねえそういう人がいたりえいい交流ですねほんとね猫ちゃんかわいいねとかねえそういう交流があったりするんだけど同時にネガティブな反応もあって別に何にも問題がないしいや別に僕何にも悪いことしてないんでそのギャースか言うならまあ警察呼んでくださいっていう時もあるのまれにねそういうこともあってでそこでねそのとにかく日本の場合はよくその 警察官が職務質問することに対してよく現れると思うんだけど、僕個人としては、例えば職務質問を受けて、職質ってやつね、を受けて、別に何も悪いこと、カッターナイフすら何も持ってないから、どうぞってカバンの中とか見せるのはやぶさかではないんだけど、ただその見せるのが当たり前になってしまうと、それ警察による脱砲行為なんですよね、結局。だから、処世術としては、その。 職務質問に脱法的であってもどうぞって見せて、まあね、それでみんなの安心感が高まって、確かに治安の向上につながることはまあそうなんだろうなというふうふには思うんだけど、ルールとしてやってるということは、ルールを警察が自らそこを逸脱するのはよろしくないですよね、だからよく言うのは、警察の人たちがそんなこと職質めったに合わないんだけど、あのよく言うのはあの、お願いをしているだけなので、見せてくださいって言うんですよ。でいやだから その僕の試験が及ぶところについては車の中とか、令状持ってきてもらわないと本当だめでしょって言っていやだから、だからあなたがいいよって言ってくれれば見せてもらえるんで、お願いしてるんですよって言うんですよね、警察は。いや、それ、それまあ、話としてはそうで、1対1の個人としてはあなた悪い人じゃないと思うし、警察の仕事、すごい大事だと思うし、うん、大事だと思うんだけど、それ許しちゃってると、どんどん踏み込んでいくようになったり、警察はだってどんどん踏み込みたいもんね、間違いなく。 っていうことになっちゃうから、それはそれでどうなのかなっていうようなことがあって、警察の人と議論になることがあったりするんだけど、どっちもある、全然見せ全然何もないから見てよつって見せちゃうこともあるし、突っぱねることもあるねっていうこともあるんだけど、向こうの態度に寄ったりもするんだけど、どっちが正しいわけでもないじゃないでそれを全員が そのだろう警察にその見せてってカバンの中とかポッケの中とか見せてって言われたときにそ,のそこで見せるのが当たり前っていう水準を作っちゃうことも治安の向上に悪い役立ってるかなとは思うんだけどある意味よろしくないだってルールいらなくなっちゃうんだもんそれだと。っていうところがあって原理主義的で我ながら面倒くせえなと思うところはあるんだけどどう難しいなと思って民主主義だからこそね難しいなと思うところがあるし逆に言うとその。 その辺を僕がカメラを持ってうろうろしてるときに、そのまあ、何癖つけてくるような人もいるのよ、普通に。まあ、いる、まあ、最近減ったけどね、いて、そういうときにその、カメラを持ってる方が怪しいに決まってるんだから、とにかくべた折りで全部悪かった、悪かった、ごめんなさい、ごめんなさいにして、ピューって逃げればいいっていうかねその、ごめんなさいで退散すればいいっていう人もいるんだけどね、それはそれで処世術ではあると思うんだけど、それずっとやってると、写真撮ることは悪いことになっちゃうと思うんだよ。 でそこがあるのでめんどくせえなと思いながらも問題提起しているしそれについてその取る権利がっつって俺がこうギヤーって言ってるみたいに見える人もいるらしいんだけど俺からすると大人でそこについて考えない人ってちょっと無責任じゃないかなと思うのねと思って つまり両サイドからのこれはこうなんじゃないのいさそれだとこっちの利,害が利益がなくなっちゃってそっちの利益100%でしょって言うから折衝していかないといけないと思うんだけどいきなり撮る側っていきなりカメラを持っている負い目があるのか分かんない俺は負い目ないからさ負い目があるからか分かんないんだけどいきなりベタ折りにしろっていう人がいてそれが大人の良識だっていう人もいるみたいなね俺は全然そういうの興味がないというか。 その自分1人で仕事するようになったのもね、今ね、ここに毎日毎日続きにして仕事してますけど、それも結局、なんていうんだろう、日本ってさ、別の場でもっと儲けようと思うんだけど、日本ってどうしてもね、仕事をもらってる側が100%ベタ折りにしちゃう傾向が強いのね、それに、それが仕事だっていう面も確かにあるし、俺もその仕事の現場でそのいきなり切り散らかしてるとか、全然そういうことしないですよ、しないんだけど。 例えば取材で、まあ、皆さん自分のカメラマン、カメラマンじゃないにしても、ご自分の仕事に照らし合わせてもらいたいんですけど、ざっくり相場感がある仕事をやってて、まあ、ジッパーひとからだけど、安いカメラマンの時ね、ね、取材撮影で1本何千円ってギャラが決まってて、仕事内容も決まってる時にその雇い主側から一方的に仕事を増やしてください、これが増えます、これが増えます、これが増えますって、どんどん出てきたとするじゃん、ギャラ変わらずに。 でこっちの手数がどんどん増えてうわー帰ってからもやることどんどん増えちゃうよってなった時にただ、従っていくのはその短期的なところで見ていればそれに従ってはいはいって言っていくのが正しいのかもしれないんだけどそれブラック企業じゃん、結局だから俺からするとそれ従い続けるとその自分の今自分のだけの問題じゃないよねと思って突っ跳ねちゃうね、普通に。 でいや無理だよって言うとあでその場では大体向こうはああすいませんみたいなやっぱそうですよねでギャラ決まってるんでって言うんだけどまあね揉めるわけよ普通にで俺全然そういうの平気だから揉めたところで俺何にも間違ってないしもう一度話し合いしましょうなら分かるんだけどねこっちもこれで苦しくってっていうのは分かるんだけど日本は雇ってる側がとにかくえらいことになっちゃってるからあとは何大家がめちゃくちゃえらいことになってるから。 アメリカで居候してたことあるんだけどびっくりしたの大家さんが自分であの電線とか直しに来るのねであと田中が日本みたいに居住権めちゃくちゃ強くはないらしいんだけどで,でもなんかバランスがいろいろ違って大家さんそんな偉くないの見てるとそういうのが日本ってなんかすごい変わったシステムまあ資金歴も日本だけだしねっていうところがあって日本変わってやっぱ受教権だからなのかなっていうのは上から下がとにかく強いんで。 でこういう貧しい時代になっちゃうとそれがね上から下で一方的に強い側が弱い側にいろいろ強いることになってブラック企業なんか典型だからさ俺結構社会のルートから外れてるからルートから外れてる人間こそそれをやらなきゃいけないのかなっていう使命感まで言わないんだけどちょっとそういうところがあってで結局そういうところで写真を撮っていてもその職質と同じだと思う結局写真を撮ってても。 写真を誰かを個人を撮って、撮られたくないっていう人について、無理やり撮るのは、それはもう暴力に近いからいかんと思うのよ。その法律道庫以上に、気持ち的にはだめなん、そこは。それは俺の個人の問題かもしれないんだけど、ダメだと思うんだけど、別に何にも関係ないところで、その、なんだろう、群像の中の一人として、映っちゃったみたいな感じの人ね。 写真の中の面積何パーセントとかっていうのをね、法律とかあの裁判とかの場でそういうことをやらなきゃいけないのかもしれないけど、まあ、ざっくりよ。っていうときに、こう、何を撮ってるんだって言ってくるやつがいるんだけど、いや、知らんよって言ってこう、もう警察呼んでよってなるの、最後めんどくさいから。それぐらいめんどくさいのね、大体、いちゃもんつけてくる人は。で、基本的に俺、だからそこで、ューって逃げない。 で話を一旦聞きますよっていう風だから余計にそういう,うにこうに絡まれというかあらゆる絡まれにいってる部分もあるんだけど話さないと分かんないからね一度意見聞いてみたいしその一定の見識があってそれを言ってるんですかっていうのを一度聞かないと始まらないからねっていうところがあって一度話を聞いてみるんだけど見識がある人についてはね聞いてみるんだけどなかなかこうただよく分かんないけどただ世間で写真を撮られるのってよくないって言われてるから撮られたくないみたいな。 あの子供とかを取ると子供を例えばその辺の子供を例えばですよあのンケンもあったけど荒木チンみたいな。 今時、ね、その昭和30年代、40年代の花垂らした子供をばっかすか取って勝手に写真集出しちゃって家みたいなそういうことは今、全然できない時代だしそれはなんでかというと写真を、まあ、SNS というものがあるから写真をどう使われてそのの自分の子供親御さんが、ね、自分の子供の将来にどういう悪影響があるかわからないあるかないかはからないしどちらの可能性も当然あるからねいい方に転ぶ可能性もないとは言えないんだけど、まあ、とにかく自分の子供に悪いことが。 何でもかんでもももかかかんんないいよようにゼロリスクのの人が多いのも確だだし、まあ、気持ちは分かるんだよね自分のことじゃないから余計に自分の子供に何かこう禍根を残すじゃないんだけどマイナスになるようなことはできるだけ避けたいって親御さんの気持ちまあそうだろうねと思うからだから子供とか最近全然取らないね取っても別に最近面白くないしっていうことがあるので子供なんかは取らないようにしてるんだけどそういうのも含めその,その辺で。 その辺で写真を撮るっていうことを世間とどうバランスをとっていくかってのをものすごくよく考えるんですよ。ただ僕はあの登録者、登録者っ3万6000人の YouTuber でしかないので、の <laughs> いわゆる YouTuber じゃないからね、自分的にも。ただ YouTube やってるおっさんでしかない、野良カメラマンのおっさんでしかないんでどう、俺が行ったところでどうにもなるもんでもないし、そういうところに興味がある、社会と写真とか社会とスナップみたいなところに興味がある人ってほとんどいないのよ。 で YouTube でやってもあんまりみんな興味がないのは分かってるんだけど一応石は投げとかないといけないなと思ってるし実際そのスナップを撮っててカメラを持ったばっかりの人がどういうふうに自分カメラを持って外にいる自分をどう社会の中で位置づけたらいいのかってわかんないっていう人もいるからその自分の意見を改靱している部分もあるんだけどそのよく思うのね今日はそのこうしろっていうよりもよく思うのはあの 冗談半分でよく言うんだけどその、その辺で撮ってて、何を撮ってるんですかって聞かれて、花とか猫とかは、ものすごく通りがいいんだよ、で、例えば影とか砂利とか、その土がさ、凸凹してるとか、あの畑のあの畝にいい影が入っててとかっていうのは全然通じないの。はあっていう顔されて、こう、記人変人コンテストに参加したような感じになるんだけど、それって結局、 何が違うかっていうとモヤっとしたんだけど最,、まあ、最近でもないかあのよ,よく写真撮っててそういうことがあるから思ったんだけどその声かけてきた人聞いてきた人が何撮ってるんですかって聞いてきた人が納得したいんだよであれってもうすごい人聞き悪いんだけど殺人の動機と同じで例えば誰かが誰かを殺しましたっていう話、まあ、殺人事件が起きました日本はあの世界でも稀に見るぐらい殺人の事件がめちゃくちゃに少ない国なんだけど。あの とは言っても年間100何十人ぐらいは殺害されてるね残念ながらない方がいいのは当然なんだけど亡くなるってことはもう統計的に見てないよねこれねこれだけ少ないことがもうとにかくあの段階以上の人たちに聞くともう最近は犯罪が多くて若いやつ怖い怖いって言うんだけど逆逆っていうその段階の人たちが若かった時のその件数と比べると件数でも率でもダントツに今低いからこれのおあちゃんねこれ見てる人いたら教えてあげてくださいめっちゃくちゃ安全だから今。 でももちろん犯罪に巻き込まれてひどい目に遭う人っていっぱいいるのでそれについてもちろんあってはならんことだと思うんだけども、まあ、何はともあれば、その殺人事件が起きたときに特に猟奇系の殺人が起きたときにその何にも関係ない一般の人たちがなんで人が人を殺したのかっていうのを知りたがるじゃん。これ興味ねえんだ、そこ。そのその殺したやつには殺したなりの。その 理由と言えるものもあれば理由と言えないものもあるむしゃくしゃしたとかいう言葉に簡潔に結びつけるけどね警察の発表ではもうなんか聞いてるとあれはむしろ良くないような気がしてそれなりの理由が本人にあってなんかこうそこに殺害に至ってると思うんだけど理由じゃなくてその殺害したっていう行為自体の問題だって理由は俺どうでもいいと思ってるんだよね。 上場酌量の余地がああだこうだとかっていう話になってくるとまあそうかっていうやむにやまれぬっていうねそのあのー、あれですよ介護の介護疲れの果てのとかってきくああそら上場酌量してあげてほしいなっていう人情で思う部分はあるんだけどもそはそうなんだけどでも単純な殺人の時に、うん、殺害の動機を理解したい人っていうのが俺には逆に理解できなくて一定を超えちゃったらもう何というかこう。 うーんなんか別の生き物というかそういう感じがしちゃうのねこれ,もこれはこれで良くないし差別的なのかもしれないと思うんだけど理解できんと思うのよ。俺緊急避難以外で俺自分が人を殺すってことあと事故ねそれ以外で人を殺したことまあないと思うからそれはでもある意味幸せなことなのかなともいろんな意味でね幸せなことかもしれないし多分そうなんだろうなと思うんだけどあのそのね武装な話でも申し訳ないんだけどそれとその写真を撮って。 っている俺を見たその辺の人たちがあの人カメラ持ってなんか撮ってるわって言ってその俺が何かを撮っているっていうのを何を撮っているかによって納得したいんだよ多分あれでそこからもう一個進めるとこれを見ているひよっこのスナップでちょっとどう,どうなのかなって思っちゃってる人については ある意味シビアな話なんだけど写真を撮っているカメラを持っているあなたを見た写真をやらないその辺の人たちまあ近隣の住民の皆さんでねがあなたを見た時にその人が納得できるかどうかによってあなたがいい人なのかいい人なのかではどうでもいい人なのか悪い人なのかっていうのが勝手に決められちゃうそこで勝手にジャッジされちゃうでもこのテクニカルにその家の中にカメラ突っ込んで撮ってるわけでもなく 何にもその法的に悪いことはしてないしって思ってるんだけど他人から見た時にその猫とか空とか風景とか観光地でまあまあ金閣寺行って金閣寺バシャーって撮ってるのはカメラ撮り出してる写真を撮ってる時に周りの人1 0周りの人がね100%納得するんだ,よだけど俺が路地裏でこう砂利とかを撮ってるのを見ると。 ほとんんどの人納得しないんだよ、ね、で、それはいいとか悪いとかじゃないし、俺は俺の個人の問題として、いや、ジャリ取るの面白いぜって言って、声かけてきてくれた人には、こうやってカメラの液晶を見せても、全然俺な、やましくないから、よくないっていう、あわよくばその人を写真の道に引き,ず引,きずり引きずり込もうと思ってるぐらいだから、全然オープンにやるのね。お花とか撮ってて、おばあちゃんとかキリ、綺麗にねてった綺麗でしょって,って見せて。 あの全然変わんない俺からしたらそのお尻を女の子のお尻取ろうが砂利を取ろうが花を取ろうが全部一緒だからどうでもいいの、ね、よ俺からすると。っていう感じでいるんだけどその見る人にとっては猫とか入れると勝手に納得してくれた猫ねかわいいもんねって言ってくれるのはそういうことがあるし皆さんもその特に強いハートを持って写真道に邁進しているのでなければそういう目で見られるのは確かだよでもこれビビらせるのも良くないと思うし砂利とか撮ってみると面白いから撮ればいいじゃんと思うのね。 だけど心が弱い人とかあのなんだろうちょっとでも揉め事があると非常にまずい仕事をしている人とか多分いるじゃんよく分かんないけどそういう人いるじゃんきっと。っていう人についてはまあその辺を念頭に置いて、まあ、それぐらいの人はちょっと賢いだろうからね <laughs> 別に俺がアドバイスするようなもんでもないと思うんだけど、えー、そういうふうに納得ができる被写体を他人から見て撮っているかどうかっていうところで勝手にジャッジされちゃうのは確かだよっていう感じ。 お話しておい,た方がいいいたがなと思ってでねこの間偶然なんだけど CIPA って書くあのあの団体あるじゃないですかあれ心の中でいつも CIPA って読んじゃうんだけどあれみんな何て読んでるのあれ俺地面でしか知らないか分かんないんだけどそこの統計情報が出てて、えーとね「フォトイメージングマーケット統合調査特別編実施概要」えー、2020年10月11、えー 上旬に GoTo トラベルに東京が加わった最初の週末を中心に実施ってんで統計情報が PDF で、えー、ネット上にありまして、ね、CIPA っていう団体がねありがとうでそこから見てですねちょっと驚いたんですけどみんな写真のジャンルってさこのカメラを持っている人スマホじゃないやつねおそらくねがあのごめん,ごめん今この話は統計とはちょ直接関係なくざっくりカメラを持っている人が何を撮るかってさその イメメージするるとわわざわざカメラを買ってきて撮るってててき撮いうことはなん,かなんかスペシャルなものを撮るのかなって想像するのよ。もうあまりにも写真にズブズブなおかげでわからない。ポトレかなとかいやポトレってそんなに実は意外とめちゃくちゃ人数いなくてなんだろうなって考えて統計見てみたらよく写真を撮る対象は何ですかって言ってよく撮る被写体を聞きました。で。対象が10歳から 10代から70代の日本国内の男女。であとは特にあれかな、サンプルについては、えー、予備調査1 4769人で、本調査でサンプル数1000名で実施していて、つまりね、しかもデジタルカメラユーザーで、過去半年内に、過去半年間にカメラを購入された方、で、過去半年間にデジタルカメラで30枚以上写真を撮った方、 まあかなりライトユーザーも含むね、を対象にアンケートを取ってみたところ、統計を取ってみたところ、よく写真を撮る対象、第1位、風景、夜景。55.2%。あの、複数回答ありだね、多分ね。で、第2位、花、植物。第3位、国内旅行。第4位、子供も。今、知らない子供撮取ってんじゃないよ、これ、自分の子供だよ、きっと第5位、ペット、動物。です。まあ、それは砂利とか。 壁とかっってててこれれは理解されんわって思うねだから言った通り花猫、ね、景色景色も路地とかじゃないよ本当にあのこうまあチョモランマとかねそういうのを撮った時に初めてああ撮りますよねそうですよねって納得してもらえる感じでそういう人たちが大多数なのでっここから道が分かるん、ね、そういうところが大多数なのでそこにいや砂利とか撮っても面白いんだよって思うか俺はそう思ってる。 砂利を取る楽しみ砂利を見る楽しみがもっと広がればいいのになっていうふうにある意味物分かり悪い方向で行こうと思ってるそれが俺の人生のテーマだからそのそういうふうに行こうと思ってるし逆にこの結果を見て俺砂利とか取りたいけどこの統計結果じゃ理解されんからこの人目につくとこでやめとこうっていう人もいるかもしれんそれはそれでありだねそれはその人の人生だから別の人たちに室内で物取りに邁進するとかでもありだと思うから徹底的にポトレ取るとかね っていう風な感じがするので残酷ながらまあそういう現実がありますよねっていうところを皆さんにお伝えしておこうと思いましたみんな風景だってまあ確かに風景だし一眼レフとか持っている人たちも多分ね特に年齢が上がれば上がるほどどん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 ,どん風景思考が強くなっていくんじゃないかなっていう感じがするのねえもうこれはねあのなんとなくの印象でその辺のカメラを見て持っている人たちを見た僕の勝手な印象なんだけどポトレなんか全然入ってこないからね人物写真って入ってきてないわけだから 実はカメラっていうざっくりカメラ過去にちょちょっと撮った人っていう風にに緩いライトルユーザーまで含めるとねポトレとかっていうジャンルはすごくちっちゃいしロー老ン鏡やろうぜイエーイっつったってこの人たちは老眼鏡せんでしょほとんどしないと思うんでそっかーっていう話になってくるんで実は写真撮るその真面目にって言われたらあれなんだけどその熱心に写真を撮っている人っていうのは実はそもそもごく少数なんだなー い,いのがよくかかりましたけどもだからこそまああ仲間感感がるるなという感じもするねここに来てくれてるのは非常に熱心な人たちじゃないかなというふうに思うんで、えー、そんなこんなでございまして軽く絶望している人がいたらごめんなさいでも俺なんかもある意味でも草野、ね、啓蒙活動だったと思ってるからねあのよほど喧嘩腰して来られない限り全然あの 楽しって写真撮れないんですよ。おっちゃんとかでさ、何撮ってんのって来る人でも分かるじゃん、最初から。敵対的じゃない人っていうのは。いや、だから、砂利とかってめちゃくちゃ面白いんだよっていう話をして、おっちゃんもそのやらなきゃ損だから、今からでも遅くないから、やんなってよく言う。今日は YouTube やってるのも基本その気持ちだからね。っていう感じでいるんで、写真楽しい。砂利撮るの楽しいんだけどね。砂利の写真と猫の写真を撮って、売って食っていきたい今日この頃です。無能の人です。そんなわけでまたお会いしましょう。